こんにちは。朝6時半です。雲がありますが晴れています。気温はプラスの 1.5 度です。薄い氷が張っていました。スズメの学校の校舎にスズメたちが集まり出しました。今日はどれくらい登校してくるでしょうか。このお尻の大きなスズメに注目してください。食べながら隣のスズメをつつきました。そういえば一回り大きいような気がしますね。なかなかふてぶてしいです。またちょっかいを出しました。そして入れ替わりました。臼の上にジョウビタキのチッチ登場です。ミルワームを入れたんですけどもね、最初のうちは警戒しているんでしょうか。ただつついているように見えます。食べてるのかな、どうでしょう。ジョウビタキはスズメに比べると足が細いような気がしますね。あ、食べてましたね今。本格的に食べ始めました。大きいのは一口では飲み込めないのかな。スズメとそれからメジロがスモークツリーに泊まっています。ハシボソガラスもやってきました。牛脂を独り占めしてますね。イケメンチッチ再登場です。最近銀髪の若者をテレビでよく見ますよね。銀髪には銀色とかグレーとかがよく似合います。ヒヨドリがキウイフルーツを食べてますね。ずいぶん大胆な食べ方をしています。シメがやってきました。地面に降りて何か食べています。スズメも近くにいますね。シメのちょうど目のあたりが見えにくくなっています。残念ですね。クマドリがあるのはオスと言われています。シジュウカラ飛びます。メジロも飛びます。キジバトカップル今日も仲がいいですね。朝早くから来ていました。トウモロコシを食べていたようですね。頭がツンツンしたヒヨドリがやってきました。オスかなと思います。美味しそうにオレンジジュース飲んでますね。スズメが臼に乗っているのはなんか珍しいですね。メジロもキウイフルーツを食べていましたね。酸っぱくて食べたくないのかと思ったんですが、まんざらでもない様子です。場所を変えて食べてますね。結構本気で食べているみたいです。白石霊がやってきました。蒔絵の残りを食べているようですね。午後1時半です。いいお天気になりました。日差しは暖かいです。ヒメリュウキンカ花が白くなってきましたが、まん丸のつぼみがたくさんできています。フクジュソウは満開状態になってますね。綺麗に咲いています。クリスマスローズ、これは最初に咲いた方ですね。そしてチョコレート色の方は、1つ2つ目も咲いてきたかな。ちらっと咲いてきました。フクジュソウは庭のあちこちで花を開いています。日差しが暖かいので余計に春らしく感じますね。南天の実はだんだん黒くなってきてしまいました。まだ実がついています。フクジュソウの左側、多分大盤草だと思います。丸尾です。今日は家の中割とポカポカなんですが、床暖で極楽気分でした。日光浴ももちろん大事ですよね。暑くなりすぎたら涼しいところに移動します。今日はこの辺で、バイバイにゃん。